はい、10月12日です。大会の次の日です。第3戦が終わりましたね。で、今の気持ち、悔しいなんだろうな、1戦目悲しい、2戦目いやポジティブに、3戦目むちゃくちゃ悔しい。なんだろう、悔しいそれだけしか言えない。なんだろう、大会終わった直後はなんかケンちゃんたちとね、なんかこう笑い合えてたんですけど、ポジティブに受け止めようみたいな。なんかもうね、2、3時間経ってからね、悔しい、もうただ悔しいです。なんか本当は10秒台11秒台出せる力あったのに出しきれなかったからとか、そういう理由付けとかなく、もうただ自分の能力に悔しい。なんで俺こんな足遅いんだよっていう悔しさ。いや、だからね、もう早く練習したいと今日もまあトレーニングします。まあ、疲れもそんな残ってないんでね、もう悔しい、本当に。なんかもうムカついてるわ自分に。で、あのシダパンの大会後の恒例ですが、まだね、現時点ではですね、大会の記録の結果を動画で出してはいないんですが、こう自らホームページで調べたのか、僕の12秒33、追い風 2.5、 追い3で12秒33なんですか、クソダサいっすね、追い3で12秒3って、もう陸上やめた方がいいんじゃないですかみたいな。才能なさすぎ、わろたクソがよクソがよ。アンチへの受け止め方ね、あのよく本田圭佑さんとかね、そういう革命家的な人は、いやアンチこそ自分のファンみたいなもんですよみたいな、アンチが僕の力になりますよとか言うじゃないですか、かっこいい人は。俺はそんなメンタリティありません。ただ悪口言われたら傷つきますくっそくっそが、なんで知らないやつに悪口言われなきゃいけないんだ、好きなことやってたよ。まあだからそういうのもね、パワーに変えようと頑張っていますが、そんな本田圭佑さんのような素晴らしい人間性は僕にはないので、ただ傷つき、ただ悔しがっております。もうただトレーニング行ってきます。くっそ、来ましたね、久々のルーティンですね。おお、そうか、ルーティンドッキリやったもんね。そうなんですよ、やってたんですよ。そっち葛飾区の奥戸、そうですね、総合スポーツセンター。もう来るとは2回目ですね。学生の頃でしたっけ。いや、去年。あ、去年大会に来たんですけど、ゲリラ豪雨で、ガウで豪雨ってだいぶ言いやすいと思うけどね。11分6ぐらいかかりましたね。この前のカットがですね、俺が車内で荒ぶってるシーンからスタートしてるんですよクソがっつって繋げられるの、あのアンチコメに対して。アンチコメいっぱい来たんですけど、もう一個ね、あの中学生から嬉しいコメントも来まして、会場には行けなかったんですけど、いつもいじめられてるシダパンさんを見て、僕はクラスでいじめられてるんですけど勇気が出ましたって思いして、なんかいじめられてる、いや俺いじめられてたんだと思って俺いじめられっ子に共感される見方があるんだと思って。いや、もうやっぱ一番勇気つけたい、そうだよね。だからもうね、なんかいい、なんでも言う、俺見て元気になってくれる人がいたらそれでいい、いじめられっ子でもいい自分が記録をしてるときに、はい、じゃあ桐生選手の動画見て元気になるかって言われたらね、それはなるんじゃない、それはなるんじゃない、そのレベルだったら。なるかな、うん、まあでも身近に感じられるとはあれかもしれないね。おいさんで12秒差を出す男はちょっといじめられっ子に元気を与えられるかもしれない。だもうね、俺はもうその中学生のために行きたいと思いますもういいよ、俺見て元気出せよ、マジで人生うまくいかねえよ元気出るよ、下から練習しようぜ。クソクソ10秒台が大丈夫だよ、言うて12秒差早いからね。中学の部活とかだったらエースクラスだよ。中学の部活だったらな部活しても陸上部だよ。マジもういいかもしれない満足しちゃった、いい、練習しよう、練習しよう。シダパン250っすか。私足首痛めて走れない。わかりました、指導お願いします、はい、250も乱周でいいよね。あ、いいと思うよ、乱周でいいよね、うん、本当100以下の時にスパイクでいいかなと思って。そう、250走るとね、疲れるじゃん。疲れる、疲れた時も足流さない。 OK、 それだけが目標ね。まず拾いで任せたフォームっていうのは大体遅いから。わかりました、そこを大事にだね。
全部スピード的には50をマックスで入ってイージー90%ぐらいでいいんだけど OKOK ですで流れずに最後に維持できるかまあ下パンだったらざっくり35秒から37秒ぐらいの間一応測ってもらっていいですか初めてかもね200とか250別日でもっと体調整った時でいいけどなんか200も測ってみたいなあいいね、ね、お願いしますいいよ下パン 250m スタートです最初の50はまあ8割から9割ぐらいで加速していってで250通過地点でちょっと力を抜いてリズムを大切にするって練習ですねこれもあの大川さんに教えてもらった練習なんですけどねいやこれ本当にミニハードルでやった反発を走りに落とし込む練習としてはすごい最高だと思うんですよねおこの疲れた時のね中心の置き方を下パン意識した方がいいかもしれないですねちょっと後傾しちゃったり逆に前傾しすぎて足が流れちゃったりする時があるんでこの状態の傾き結構微調整なんですけど結構手足の動きに大きくかかってくるところなのでここら辺をね調整できると下パンをさらに、まあ、再現性が上がってくるかなと思うんですよね多分練習で11秒台で走る時もあると思うんですけどそれが試合でなかなか出せないでいるんで、まあ、最高の走りがいつでも出せるようにちょっと再現性を高めていきたいですね下場のお尻ですねの悔しさを走りにぶつけておりますいや下パン本当のフォーム綺麗だな昨日はちょっと試合な足流しだったましたけど今の流しは結構いい感じで走れたかなって思いますはい252本やっても死にましたね死んだけどやっぱねやっぱり試合の次の日ということもあってやっぱ気持ちがねもう収まんなかったですねなんかしたいっていうまあ試合の次の日にこうやって練習するのがあまり意味ないかもしれないけど自分の今後の1ヶ月の過ごし方次の試合までの過ごし方を決める上でもなんか大事な日だったなって思いますまあ健坊もね足怪我しながらもちゃんと付き合ってくれましたでやっぱり彼に指摘された点でやっぱ一番自分の心に刺さったのはやっぱ再現性やっぱり僕はこう練習がねガンガン量を詰める体力もあったりとかすることで、なんかそこに酔っちゃったりすることで、いっぱい練習して、一本一本の集中力が低かったりするんだけど、例えばこれとかって、まあ、僕の中では結構いいスタートなんですよね。試合ではバーンと前傾が崩れちゃう。この、まあ、曲線と交わるあたり、2、30メートルぐらいまで顔をこう下げてられて、徐々にこう背骨のね、角度変化させるとかあるんだけど、なんかどうしてもね、いっぱいやって、その中で修正していけばいいやっていう気持ちになってしまうのでこの一発でその最高の動き出せるかって言われたらかなり精度低いなっていうそういう練習の仕方してなかったなっていう陸上ってそういう競技だもんね一発でいかに質が高いもの出せるかなんでだからこの日もそうですけどもう SD っていうのはもう3本4本でそれ以外の250とかアップにいっぱい本数使ってここぞっていう走りをする練習をしましたスタート早いんだよな普通にフォームも綺麗ですし、まあ、こうやって短い距離何歩もやってね瞬発力だんだん高めてくっていうのも大事な練習だと思うんでやっぱ形ばっか作っちゃってるとねそんなガムシャルに頑張るってことはできなくなっちゃうと思うんでこうやってなんかテーマ一つぐらい絞ってずっとそれ反復する練習も必要なのかもしれないですね下パン本日のトレーニングの締め 100m です TT 何秒出るかうん、なかなかいいんじゃないですかそんなに力んでもないし下パン視聴者さんが声かけてくれました嬉しいですねありがとうございます本当とんでもないですしかもキャンプチャンネルやるみたいですかそう何チャンネルですかカプリチャンネルっつって、はい、うちの、まあ、猫の名前なんですけど、かわいいもうその時点で。ちょっとキャンプ教えてください。あ、ぜひキャンプ。練習もなんか走り込み会とかやってるんで、うん、もし来ていただけたら、はい、ちょっと気にしてました。本当ですか？はい、僕らもたまにここも多分リピーターになるんで、うん、また次と来たいぜひ一緒にやらせてください。ありがとうございます。本当。ぜひぜひ。ぜひぜひ。SD やりましょう今度。カプリチャンネル活目してください。はい。
ぱりよろしくお願いします。カプリさんでいいですか？カプリで全然。カプリさんまたよろしくお願いします。カプリさん準レギュラーカプリさんで、はい、確かに行けば会えると。ありがとうございます。このほのぼのとした撮影から急展開です。あの世界的なスプリンター2人が出てくれます。あ、てかこの後あの人と打ち合わせですよ、うん、ケンちゃん陸上界の。いきなり有名人出てきます、うん、はい、じゃあここから切ったら有名人出てきます。バイバイ。はい、うわっやんなきゃいけなくなるじゃん、あの人が。一応ジャンプする。いいよ、一応ジャンプする。はい、でジャンプしたらその有名人のジャンプで来るよ。そうだよ、せーの、はい、もうさいきなり着地失敗したけど。ありがとうございます。いきなりちょっと世界の足だとやめてさすがですね。いきなりあの地域の競技練習したいから、いきなり白井選手と藤光選手が現れるっていう。まあ、すごいすごい縁になりましたよ。今本当にびっくりされてるんです、はい、あの本物でございます。本物でございます。転ばれたのもあの世界の白井選手です。リスクがちょっとアンチが置くかもしれない。ありがとうございます。今日はあの藤光選手が主催されてるオンラインサロンのちょっとまあ最初のオープニングの話し合いというか、今後についてちょっとミーティングに呼ばれて参加させていただいてます。本当にありがとうございます。いや、こちらこそよろしくお願いします。珍しく仕事ですね。ニートですよね、我々の生活で。陸上競技場行って寝て、はい、このショットはすごい貴重すぎますね。本当ですよ。ちょっと家に飾ります。よろしくお願いします。ちょっとまた話し合いの様子とか、なんか決まったこととか、このまた随時、はい、動画出していきますので、はい、よろしくお願いします。はい、もうジャンプさせないんで。OK です。はい。ありがとうございます。はい。シドボン。はい、あの衝撃映像だったと思います。いきなりね世界的スプリンターお二人が出てくれるという、藤光選手は2回目ですし、白石選手は、初めてお会いしたんですが、お二人とも本当に一般人の俺らにもめちゃめちゃねフランクに気さくに話しかけてくれます。今後ともね、お二人といろんなお仕事していくと思いますので、皆さんにも関係のあるイベントとかね、あの今企画してますので、発表ぜひ待ってください。今後とも活目してください。はい、10月の14日水曜日です。前回トレーニングは2日後ですね。昨日はもうしっかりオフして、もうケア2時間を使ったんで、ですがちょっと結構まだ疲労あるかな。大会、その次の日トレーニングで1日レストなんで、まだ若干重たいですね、体はね。はい、この日はね結構こう疲労も溜まっちゃっていたので、タイムトライアルでガンガン走るというよりはオカードリルから始まって、まあ、動き作りをメインでやろうかなと思いました。でメインとしては、まあバウンディングプライオ系の動きをしようかな、まあ、こういうドリルとかも多くやりましたけど、バウンディングをしっかりやりました。まあ、あとはホッピングとかジャンプとかですね、プライオ系で一番、まあ、時間割いてあったのが 50m のバウンディングをやりました。で 50m、 100m バウンディングとかよくありますけど、なかなかまだね 100m をいいフォームでできないので、まず 50m でやっていこうかなと。で最近タイムとかで自分の動きが今良かったかな悪かったかなとか、自分の動きとか重心の乗せ方とか設置の仕方を試すんですけど、なんかタイムが出る出ないって結構なんかこう楽しんで今できなくて、だからなんかちょっとタイム以外の指標、 50m を何歩でいけるかなとかの方がなんかその場で自分でも実感できるし、体がこう進んでるか進んでないかなっていう分かりやすい指標なんでね、なんか今スピード出てるかなって僕分かんないですよね結構。だちょっとそういう距離に対して歩数がどうなるかなとか、この力の入れ方で伸びてるのかなとかを確かめるために、クラウチングから 50m バウンディングで歩数を見るっていうのをやっていきました。でも結構ねやっぱり下手くそなんですよね。どうやってやったらいいかね。皆さんバウンディングとかどうやって練習してますかね。まあいろいろこう今回この黄色い服のね、これ大学生大学院生かな、まあ、練習仲間のね方がいていろいろ見てくれたりしてましたけどね、50m だいたいね22歩から23歩ぐらいなんですよ自分。だから全然ダメだと思うんだけど、みんなどれぐらいでいくのかな。5段、立ち5段とかみんなどれぐらいいく、コメント欄で教えてください。疲れた23ぐらい、今数え忘れた。今すごい弾んでる。鳥だ。まあ鳥人が挨拶なんかちょっと教えてくれまして、うん、もうニックネーム鳥人になったんですよ。鳥人、鳥人さんです。鳥人さんなんですか。いや鳥だって言ったんで、もう鳥人さんで。鳥
リジンさんが今すごいいいことしててくれて、うん、あれだからね、あの専門家としてじゃないからね、うん、あの教えてくれてることに関して 俺はいいけど、俺のこと嫌いになってもいいから、トリジンは嫌いにならないでください。ジャンプでなんか崩れるパターンみたいな感覚的なものらしいんですけど、うん、俺このままだといけるんですよ、まっすぐのままだと。なるほどね。でも空中で屈曲入れた時に骨盤ポジションがずれて、接地の時に分かんなくなる。なるほどなるほど。結構俺あのハードルジャンプの時にそれを感じたんだけど、うん、これもそうじゃん、うん、今のも、うん、でも俺このままだったら結構いい感じなんだよね。うーん、気持ちいいっていうかね。本当だ。ちょっとなんかハードルジャンプとかプライオケの時のエラーパターンみたいな、数あれば数あるほど嬉しいんで、ちょっとコメント欄で教えてください。 OK です。いきますよ。はい、あなた、あ、鳥だ。はい、その後、スパイク入って本当に短い本数ですけど SD をやったんですけど、やっぱりいつもより力の加え方とかが違く感じて、僕としてはいい感触でした。でもタイムはねあんまり良くなかったんですよね。まあでも自分としてはいい感じが、いつもよりストライドが広がったような感じっていうのがあったので、まあ少し続けてみようかなと思ってます。じゃあ、いつもあの絶対カットしないかシリーズあるじゃん。じゃあよ。今日それじゃないの。今日それしないです。しないって誓います。おいえ。あなたはほら挨拶取り入れたいって言ってたじゃないですか。いきなりやるの大変じゃん、ハラケンで。ちょっとアイドリングでさ、ちょっと練習してみてべえじゃん、シダパンチャンネルで。足速い人大体なんとかっていう、足速い人あるある1個もらっていいですか。ちょっといい、まだ足速いやつ大体なんとかで礼してもらえればそこで切り替わるんで。いい。はい、どうもケンちゃんです。お、いいね。陸上やってるやつ、ドラマで走ってるやつの方もめっちゃ気になる。確かにちょっとわかるかもしれない。なんか普通にいいのって入れてきたね。確かに見ちゃうよね。なんかあ、この選手結構いい走りするなとかね。あ、そう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 、流れてないなとかね。そう、全然畳めてないなとか。確かにね、国立競技場行った時にね、リーチマイケルいてね、うん、あ、めちゃめちゃ足流れてるって話してたもんね。あ、いいね、いいじゃん。それよ、ちょっとまたあのケンちゃん言ってほしい、あるある募集中です。コメント欄にぜひともお願いします。疲労ためないな。疲労はね結構あるね。それもちょっとある。今日バチバチ走ってもあんま得られるもの少なそう。なるほど。あ、やってみます。あー、なんか時間あるですか、挨拶。あ、ないです。なんか自分これからさ、やり方を変えるわけじゃん。はい。多分自分に対するさ、気持ちの切り替えみたいなやつがさ、言葉にした方がパッと切り替わるんじゃない。本当。うん、言葉。別になんか俺とか視聴者に向けてじゃなくてさ、はい、やっぱ視聴者もシダパンが成長することにさ、モチベーションを感じるわけだから。なるほど、なるほどね。やっぱここで切り替えた方が、うん、いや、みんなのためになるんじゃないか、みんな幸せになるんじゃないかな。切り替えられる言葉を言うってこと。うん、なんか自分への言葉。あ、本当。え、これさ、お前編集しないじゃん。俺自分で自分カットするのこれ。いや、カットしない。これめっちゃ、これでカットされてたとしたら相当悲しい作業してる。まあね、カットしないでしょ。でもこれ絶対しない。カットしないけど、これカットしてたとしたら俺相当自分の部屋で悲しい作業してるってことになるからな。お前、いいよ。お前それ分かってて振ってんだな。切り替えられるように。そういや、あるでしょ。だって陸上の時もう長いもん、お前。こっからも長いし、やっぱ、はい、今日今この瞬間が節目なんだよ。 OK。編集してる俺、頑張れよ。頑張れよ、頑張れ。編集してる俺カットすんだよ、マジで。俺に言ってんだぞ。そうだよ。お前だよ、お前。いい。画面の前にいるモニター眺めてるお前に言ってるぞ。いい。絶対カットすんだよ。しない。切り替えた。はい、次の日はレストでした。で、その次の日ね、久々にウエイトをやりました。なんか久々にやってみようと思ったのも、ちょっと大川さんがね、あのツイッターでちょっと投げかけてた言葉にちょっと感銘を受けて、皆さんのその反応もね。で、内容としてはなんか12秒台について考えを述べてくださっていて、なんか12秒台がすごくないとか言う人もいるけど、12秒台から11秒台目指すってことが、その人にとっては10秒台目指すぐらい大変なことだったりするわけなんだから、別にどっちが偉いとかじゃなくて、自分の限界に対して挑戦するっていうのは普通にリスペクトすべきことなんじゃないかみたいな内容のツイートされてて、めちゃめちゃなんか自分もなんかダメなことしちゃってるかなって思ってたところも、自分なりにはすごい
自己ベストというね大きな壁に向かってやってるんだっていうちょっと肯定感が生まれてきました。なんか前向きになれたんですよね。でその中で、それに反応する人として前ほら京都でお世話になった兵庫さんっていうねこれまた10秒台のすごい人なんですけどの方が反応されていた言葉でなんかこう自分をもっと持たなきゃいけないと、まあそれぞれ、陸上っていうのは自分のやり方があって自分の、体を使ってやっていくもんだからそれぞれの違ったやり方があっていいと。でもいいからこそ他者のやり方を否定するっていうのもまた違うと。でまたそれが違うからこそちゃんと自分の考えを持ってこその陸上なんだよって言葉をそのような旨のことをツイートされてて、ああなんかちょっとねいい意味で耳が痛かったなと。なんか僕ってかなりこう恵まれてるんですよね。周りにいろんな先生がいていろんな仲間がいてやっぱりこう謙虚にそれを聞くっていう裏側にはやっぱり依存とかねちょっとこう甘えってものがあったりするんですけど、なんか謙虚でいるからこそその人たちの考えをちゃんとこう聞けばいいってなっちゃうところが自分のまあ伸びしろなんですよね。だからトレーナーをやってた時去年とかはね結構独自なトレーニングとかを自分で考えて編み出してたなってことを最近考えて、なんか今年はそれはいい意味でも悪い意味でもなくなっちゃったんですよね。なんかこう陸上の人たちのトレーニングっていうところを最大限やろう教わったことを最大限やろうってところで終わってしまってて、それにプラスしてやっぱり自分で自分の体を自分にしか分からないところを分かって自分にしか、考えられないトレーニングを考えていくってところを、まあトレーナーじゃなくても皆さんやってらっしゃると思うので、そこをやっぱりもう一回ちょっと思い出さなきゃなってことをね痛感させられました。ということでね、ウェイトとか、そのフィジカル的なところ1ヶ月でどれだけ伸ばせるか分かんないですけど、自分を客観的に一人の選手として、シダパンテ選手が自分の元に、選手として来たら自分はトレーナーだったらどんな指導するかなっていう目線でやっていこうっていうことをちょっと考えてね久々にバーベルを触りました。まあなので来週からもっともっとなんか去年やっていたようなトレーナー時代の時やってたよ時のようなちょっと独自性のあるね、自分にしか考えられない自分に対するトレーニングっていうのをもっともっとやっていこうかなと思ったので、ちょっと独自性のあるねトレーニングも自分で自分の陸上を楽しむためにねやっていこうと思いました。でやること多いね、基礎的な何でも、全般的にやってるものもやりつつ自分で考えることもやって全部やってやっぱり1ヶ月後を迎えたいので、今シーズンをね、陸上をしゃぶり尽くすと決めたのでね、やることいっぱい大変だけどやっていこう、みんなもやってるからね、今後ともシダパンを応援してやってください。ケツ叩いてください。来週もぜひとも、活目してください。ではまた。